昔々あるところに、父親に侵された少女がいました。悲しみの色に塗りつぶされてゆく。おお、いいじゃない。静かな街へ散りたどる人も。これが私たち家族の思い出話。家族が一番残酷なことするんだよ。いただきます。いただきます。中に君を探してる。少女は考えていました。自分の日常もみんなと同じような輪郭になっていって、いつの間にか物語が終わってくれていること。